い、皆さんこんにちは。生き生きロコモチャンネル Q&A ということで、生き、はい、ロコちゃん Q&A、Q&A、はい、今日もやっていきたいかと思いますけど、はい、今日は藤田先生に久しぶりに登場していただきまして、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと運動に関して、ね、はい、まあ、骨粗しょう症に関連して、はい、運動に関してちょっと2点ほど質問があったので、はい、ちょっとそれをいっぺんにちょっと先生に答えていただこうかと思うんですけども、はい、まあ、骨粗しょう症と診断されているのですが、うん、椅子に腰掛けたままのかかと落とし、うん、まあ、かかと落としがなんか効果的だというのは、うん、まあ、言われてるかと思うんですけど、ね、言われますね、椅子に腰掛けたままでも効果がありますか、うん、というのが1点、はい、でもう2点目がですね、歩くウォーキングに関してですけれども、平地ではなく自宅の階段の上り下りとか、うん、まあ、これ身近な場でもできるんでしょうか、はい、というような感じですけれども、じゃあ2つ、はい、じゃあまず1点目、かかと落としの方から、はい、まずかかと落としについては、まあ、これが骨に対して効果的だっていうのはですね、若い、まあ、女性とかですかね、学生さんの研究でどういうスポーツをしている人が骨が強いかっていうところでいくと、まあ、バレーバスケットみたいなジャンプ系のやってる人は骨が強くて、うん、そうじゃないスポーツ、あるいは水泳とかやってる人はあまり骨がまあ強くないということで、まあ、ジャンプ系がいいんじゃないか、そこからかかと落としが効果あるんじゃないかっていうことで、勧められる先生もいるんですけども、うんうん、我々そのいつもその、まあ、体操で お話しするのは、体操運動にもですね、必ず副作用がある、うん、そこのバランスを考えながら無理のない範囲でやっていただきたいということで、我々としてはそのかかと落とし、まあ、ガツンとですね、うん、立った状態でかかとを上げ下ろしすると、まあ、腰にズーンと響いたり、うん、あるいはかかと周囲アキレス腱を痛めるっていう副作用が出やすいので、うん、まあ、それはまあ若い人の人はいいのかもしれないんですけど、骨粗しょう症が気になるような年代の方はその副作用があるんではないかということで、まあ、そちらはどうなのかなということで、できればかかと落としはやめていただいて、これがお話してる、ロコトレのスクワットありますね、はいはい、あれは特に、スクワットはこうゆっくり動くっていうことでスロートレーニングですね、うんうん、それでお願いしてます。で、骨がこう強くなるメカニズムの中に、やっぱりその周りの筋肉がギュッと収縮して少しこう骨に歪みが出る程度っていうのがですね、非常に骨に対して効果的だっていう基礎研究があるので、そういう意味では 5,6 秒かけてのこう腰を沈めるスクワット、またゆっくり戻すっていうことで、大腿骨周囲に非常にこう、まあ、折れたら一番困る大腿骨ですよね、そこに、刺激が加わるということで、うんうん、そちらの方が、まあ、無理なく副作用がなくできるんではないかなということでいつもお話してますので、はい、まあ、座ってかかと落としすることが、まあ、何か副作用があるかというとないとは思うんですけど、よりその骨へのということで考えれば、まあ、捕まってでも結構ですし、ゆっくりとスクワットをやっていただくという方が無理なく効果的かなということでいつもお伝えしている内容になります。よろしいでしょうか。今回のあれですか、ね、運動の、はい、この場合の運動の副作用というのは、まあ、痛みが出てくるというような感じで考えて、はい、それを、はい、それを基準に、はい、じゃあ少し程度をこう考えていく。我々も以前ですね、こうかかと落としっていうちょっとこうお話したことあるんですけど、やっぱりやってる中で、あ、ちょっと腰が気になるとかかかとが気になるっていう意見があったので、うん、もう一回詳しく見てみると、やっぱりかかと落としはやっぱりちょっとこう副作用が多いなっていうことで、そちらのいわゆるロコトレのスクワットのスロートレーニングの方をお話をことが多いですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、次2点目なんですけれども、はい、今度ウォーキング、はい、平地を歩くのではなく、はい、まあ、階段とか、うん、はい、そういったものはどうでしょうかという質問ですけど、例えばこう雨が降ってるとか、はい、ね、ついこの間みたいに雪が降った時、なかなか外歩きにくい、ね、歩きにくいと、はい、あるとは思うんですけども、はい、いわゆるウォーキングの目的としては、まあ、20分から30分歩くっていうことでの全身持久力をまあ鍛えていくっていうことが目的になりますので、そういう意味では少しこう長い時間を歩いた方がいい、まあ、我々そのウォーキングの中では、ちょっとこうスタスタ、ちょっとのんびり、またちょっとこの場所だけスタスタ、歩くっていうことではなく、のんびり歩いてもまたいろんな効果は少ないので、そこをお願いしてるんですが、なかなかその階段となると、まあ、お2階ですかね、まあ、3階ぐらいある、ね、お家もあるかもしれないですけど、それはやはり長時間行ったり来たり行ったり来たりするっていうのもちょっとこうやはりこう転倒であるとか、ね、あるいはそうつまずいたりっていうことのね、はい、問題も起きやすいので、まあ、それはそれでちょっとこう難しいのかなとは思ってます、はい、結構階段上りよりは20分30分いやいや辛いです。平地の倍か3倍ぐらい強いですね、でしたよね、確かにね、はい、強度が、はい、
以前あの糖尿病 の, あの教室をやってる時にこう階段の1段ありますね、うんうんうん、あそこだけをこう登って降りて登って降りて、はい、まあ手すりつかまりながらっていうことで、まあ、真面目にやられた方もいますけど、うん、やっぱりまああの高さをこう上下するっていうのは先ほどもその運動の副作用ってことでいくと、まあ、そこでやることが、まあ、今日は天気悪くても明日、うん、明後日天気良かったら そこでね外でやった方が安全だと思いますので、はい、階段っていうところは私もあんまり、こう推薦はできないなとは思いますけど、まあ、そうするとどうですかね、雨の日は休んで、うん、先ほどのスクワットをやっていただいて、まあはい、まあ、1ヶ月も雨降り続くようなことはないと思うので、はい、と思いますんで、そうですね、その晴れた日に歩いていただくというのがいいんでしょうかね、かなり真面目な方なんだと思うんですよね、ですので、はい、その日の状態に合わせて、あるいはこう体の状態に合わせてで結構だと思いますので、はい、まあ、無理なく続けられるということで、考えていただいていいんじゃないかなと思います。はい、わかりました、ありがとうございました。はい、またこの皆さんにはこの運動に関する質問をですね、はい、ですね、あのどしどしあの送っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではあのキロコちゃん Q&A でした。ありがとうございました。